デオンテイ・ワイルダーはアメリカ合衆国のプロボクサー。アラバマ州タスカルーサ出身。元 WBC 世界ヘビー級王者。北京オリンピックヘビー級銅メダリスト。愛称のザ・ブロンズ・ボンバーは銅メダルとジョー・ルイスの愛称ブラウン・ボマーを掛け合わせた造語。最初の妻とは2009年に結婚するが離婚しており、現在の婚約者との子供を含めて8人の子供の父親である。弟のマルセロス・ワイルダーはクルーザー級のプロボクサー。2007年6月2日にシャノン・ブリックスが王座から陥落して以来7年7ヶ月ぶりにアメリカからヘビー級世界王者となったボクサーでヘビー級の覇権をアメリカに取り戻す救世主として期待されている。2004年に地元の高校を卒業。アラバマ大学に入学して、NFL か NBA の選手になることを夢見ていたが、19歳の時に彼女を妊娠させてしまい、生まれてきた娘が脊椎の難病を患っていたことと学業の成績が悪かったことで、大学入学を諦めて、シェルトンステートコミュニティカレッジへ入学する。しかし家計が苦しくなったことで、コミュニティカレッジも中退、娘の医療費と生活費を稼ぐために、トラックの運転手とレストランで掛け持ちで働いた。2005年10月、20歳の時に近所のボクシングジム、スカイボクシングでたまたまボクシングを始めた。2007年6月、コロラド州コロラドスプリングスで開催されたナショナルゴールデングローブのヘビー級で優勝した。2007年8月、テキサス州ヒューストンで開催された全米選手権のヘビー級で優勝した。2007年10月、イリノイ州シカゴで開催された世界ボクシング選手権にヘビー級で出場するが1回戦で敗退した。2008年8月、北京オリンピックのヘビー級に出場。1回戦を10から4で勝利すると、2回戦では10から10で引き分けになるも優勢勝ち。準決勝では銀メダルを獲得するクレメンテ・ルッソーに1から7で敗れ、北京オリンピックに出場したボクシングアメリカ代表の中で唯一のメダルとなる銅メダルを獲得した。その後ワイルダーは帰国後プロに転向することを発表。アマチュア時代の戦績は24戦21勝3敗。プロに転向したワイルダーはオスカー・デラホーヤ率いるゴールデンボーイプロモーションズと契約を交わした。2008年11月15日、テネシー州ナッシュビルにあるバンダービルト大学の記念体育館でデビュー戦を行い、2回2分54秒、TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2010年10月15日、インディオのファンタジースプリングスリゾートカジノで、ハロルド・スコニアーズとの対戦で、初めてのつまずきを経験した。初回に、まさかの初ダウンを奪われ先制を許した。その後は、老快な戦い方に苦戦するもじっくり修正したワイルダーは4回に反撃を開始。立て続けにダウンを奪い、レフェリーストップで試合終了。4回1分9秒 TKO 勝ち。2012年12月15日、カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルススポーツアリーナで、ケルビン・プライスと WBC アメリカ大陸ヘビー級王座決定戦を行い、3回51秒小勝ちを収めて王座獲得に成功した。2013年4月27日、イギリスのシェフィールドにあるモーターポイントアリーナシェフィールドでオードリー・ハリソンと対戦し、右のロングフックでふらつかせ最後はフックの連打でダウンを奪うと、レフェリーはそのままストップをかけて試合終了し、初回1分10秒 TKO 勝ちを収めた。2013年8月9日、インディオのファンタジースプリングスリゾートカジノで、元 WBO 世界ヘビー級王者のセルゲー・リャコビッチと WBC アメリカ大陸王座の初防衛戦を行い、一方的に打ちまくり最後は左右フックでダウンを奪うとリャコビッチは全身が痙攣したためレフェリーのノーカウントストップを呼び込んだ。初回1分43秒小勝ちを収め WBC。アメリカ大陸王座の初防衛に成功した。2013年10月26日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールにて、バーナード・ホップキンス vs カロムラとの前座で、ニコライ・フィルタと対戦。初回に2度ダウンを奪い、4回にダウンを追加すると、レフェリーはすぐにカウントを途中でストップし4回1分26秒小勝ちで2度目の防衛に成功した。2014年3月15日、プエルトリコのバヤモンにあるコリセオルーベン・ロドリゲスで、ダニー・ガルシアの前座で、WBC 世界ヘビー級23位のマリック・スコットと WBC 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で対戦し、左フック一撃でそのままカウントアウト。1回1分36秒 TKO 勝ちを収め、バーメイン・スタイバーンへの挑戦権を獲得した。2014年10月2日、WBC 世界ヘビー級王者バーメイン・スタイバーンとの指名試合の対戦交渉が合意に至らず、当初同年9月12日に入札を行う予定だった入札を10月1日まで延期していたが、10月1日までにも交渉が合意しなかったことで、今度は新たな期限は設定されず、無期限の延期になった。2015年1月9日、ゴールデンボーイプロモーションズからプロモート権を破棄されたことで、同プロモーションを離脱した。2015年1月17日、MGM グランドガーデンアリーナで WBC 世界ヘビー級王者バーメイン・スタイバーンと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。ケーブルテレビ局のショータイムが試合を放送して、平均視聴者数は124万人だった。この試合でワイルダーは右手の人差し指を骨折をしたため、復帰が夏頃となった。2015年6月13日、アラバマ州バーミングハムのバートーアリーナで、WBC 世界ヘビー級7位のエリック・モリーナと対戦し4回にダウンを奪って先制すると5回に2度ダウンを追加して、ストップ寸前まで追い詰め、9回に4度目のダウンを奪って、モリーナを失神させた。レフェリーがストップし、9回1分3秒小勝ちを収め、初防衛に成功した。モリーナは、本業が現役の高校教師という異色の選手だった。ショータイムが試合を放送して67万8000人の平均視聴者数を記録した。2015年9月26日、バーミングハムのレガシーアリーナで WBC 世界ヘビー級12位のヨハン・デュオパと対戦し、ダウンは奪えなかったが、11回55秒、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。NBC が試合を放送して、平均視聴者数は217万人だった。2015年9月27日、WBC がワイルダーに、WBC 世界ヘビー級1位で、シルバー王者、アレクサンデル・ポベトキンと指名試合を行うよう指令を出した。30日以内に対戦交渉がまとまらない場合は、入札になるとのこと。2016年1月16日、バークレーズセンターで WBC 世界ヘビー級8位のアルツール・スピルカと対戦。手数でスピルカに押されたが最後は右ショートフック、一撃で失神を奪い試合終了。9回2分24秒小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。スピルカを病院直行にする衝撃coupだった。この試合でワイルダーは150万ドル、スピルカは25万ドルのファイトマネーを受け取った。ショータイムが試合を放送して、平均視聴者数は50万人だった。2016年2月26日、WBC 本部で行われた入札でポベトキン、擁するワールドボクシングが715万ドルを提示し、興行権を落札、ワイルダー擁するリベーラエンターテインメントの入札は510万1000ドルだった。2016年5月21日、モスクワのメガスポルトで元 WBA 世界ヘビー級王者で WBC 世界ヘビー級1位の指名挑戦者のアレクサンデル・ポベトキンと対戦し4度目の防衛を目指す予定だったが4月27日にポベトキンに禁止薬物メルドニウムが検出されたため試合中止になった。2016年6月13日、ワイルダーとディベーラエンタテインメントがポベトキンのプロモーターのワールドボクシングを相手取り、ファイトマネーやトレーニングキャンプ費用などの支払いを求めて500万ドルの損害賠償訴訟を起こした。2016年6月23日、ポベトキンとワールドボクシングがワイルダーとリベイラエンタテインメントを相手取り、名誉毀損による慰謝料と契約違反による損害賠償の3450万ドルの支払いを求めて訴訟を起こした。2016年7月16日、バーミングハムのバーットゥアリーナで WBC 世界ヘビー級9位のクリス・アレオーラと対戦し4回にダウンを奪うなど有利に進めて十分に痛めつけ、8回終了時アレオーラのセコンドがアレオーラの出血のひどさを見て、レフェリーに試合をやめると宣言し、棄権による TKO 勝ちを収め4度目の防衛に成功した。ワイルダーはこの試合で、右の拳を骨折、上腕二頭筋を断裂し、手術を受けた。2016年12月21日、2017年2月25日に、バーミングハムのレガシーアリーナで、WBC 世界ヘビー級12位のアンジェイ・ワウルジクと復帰戦を行うことが決定した。2017年1月25日、WADAによる薬物検査の結果、ワウルジクからアナボリックステロイドに対する陽性反応が出たため、同年2月25日に予定されていたワウルジク戦の中止が決定的となった。そのため、元 WBA 世界ヘビー級暫定王者のルイス・オルティスがワウルジクの代替挑戦者として名乗りを上げたが、ワイルダー陣営はオルティスに違反薬物が検出された過去があることを理由に断った。2017年2月13日、ニューヨークの連邦裁判所がメルドニウムが2016年1月1日に禁止されて、以降にポベトキンはメルドニウムを使用したとして、ワイルダー側勝訴の判決。2017年2月25日、バーミングハムのレガシーアリーナで WBC 世界ヘビー級10位のジェラルド・ワシントンと復帰戦を行い、5回1分45秒、TKO 勝ちを収め、5度目の防衛に成功した。この試合でワイルダーは90万ドル、ワシントンは25万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年2月26日、WBC がワイルダーに、WBC 世界ヘビー級1位のバーメイン、スタイバーンと指名試合を行うよう指令を出した。30日以内に対戦交渉がまとまらない場合は、入札になるとのこと。2017年9月13日、同年11月4日にバークレーズセンターで、元 WBA 世界ヘビー級暫定王者で、WBC 世界ヘビー級2位のルイス・オルティスと対戦することが決定した。2017年10月4日、バクーで開催中の WBC 年次総会において、WADA が実施したドーピング検査でオルティスから禁止薬物に対する陽性反応が出たため、デオンテイ・ワイルダー対ルイス・オルティス戦を中止し、オルティスのワイルダーへの挑戦権も剥奪し、デオンテイ・ワイルダーとバーメイン・スタイバーンに対し、再戦を命じた。2017年11月4日、バークレーズセンターで、元 WBC 世界ヘビー級王者で、WBC 世界ヘビー級1位のバーメイン、スタイバーンと対戦し、初回2分59秒小勝ちを収め、6度目の防衛に成功した。2018年3月3日、バークレーズセンターで、元 WBA 世界ヘビー級暫定王者で、WBC 世界ヘビー級3位のルイス・オルティスと対戦し、10回2分5秒 TKO 勝ちを収め、7度目の防衛に成功した。この試合でワイルダーは210万ドル、オルティスは50万ドルのファイトマネーを稼いだ。ショータイムが試合を放送して、平均視聴者数は105万5千人だった。2018年6月12日、アメリカのメディアがワイルダーと WBA、IBF、WBO 世界ヘビー級、スーパー王者、アンソニー・ジョシュアによる4団体王座統一戦が合意され、9月にロンドンにあるウェンブリースタジアムにて試合が計画されていると報道した。2018年12月1日、ロサンゼルスのステープルズセンターで、元3団体ヘビー級統一王者のタイソン・フューリーと対戦し、9回と12回にダウンを奪って、12回、1から1の引き分けとなり8度目の防衛に成功した。この試合でワイルダーは400万ドル、フューリーは300万ドルのファイトマネーを稼いだ。2019年5月18日、バークレーズセンターで WBC 世界ヘビー級4位のドミニク・ブラジールと対戦し、初回2分17秒小勝ちを収め、9度目の防衛に成功した。ショータイムが試合を放送して79万1000人の平均視聴者数を記録した。2019年11月23日、ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナで、ルイス・オルティスと再戦。7回小勝ちを収め、10度目の防衛に成功した。2020年2月22日、ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナで、タイソン・フューリーと再戦。3回と5回にダウンを奪われて一方的な展開になると、7回にワイルダー陣営のアシスタントトレーナー、マーク・ブリーランドからタオルが投げ込まれ、レフェリーが試合をストップ。7回 TKO で敗れ、WBC 王座を手放し、プロ初の黒星を喫した。この試合のファイトマネーは、ワイルダー、フューリーともに500万ドルで、それにペーパービューの売上等の興行収入からの歩合を加えた2500万ドルの報酬が保証されていた。しかし、ペーパービューの売上が75万件から85万件しか売れず、黒字の目安となる損益分岐点であった110万件から120万件を下回ったことで赤字興行になったとヤフースポーツやボクシングシーンなどが報じた。試合後にワイルダーは、試合入場時に着用した約 18kg の甲冑風コスチュームを単純な事実として入場コスチュームが重すぎた、試合開始から足が使えなかったとコスチュームが重すぎたせいで足が動かなかったと敗因に挙げ、ヘッドトレーナーの J ディアスと共にまだ逆転することができたのに勝手にタオルを投げ入れたとアシスタントトレーナーのマーク・ブリーランドを非難した。2020年3月1日、第2戦目の契約で試合の敗者が決定権を持ち、報酬の取り分を第2戦目で受け取った50から第3戦目に、受け取る取り分を40から60に引き下げることを受け入れることで、第3戦目をダイレクトリマッチで要求できる権利が与えられる契約が結ばれていたが、敗者のワイルダーが正式に契約の再戦条項を行使したことが報じられた。2020年7月18日、タイソン・フューリーと第3戦目を行うことが決まっていたが、新型コロナウイルスの影響とワイルダーが負傷したことで試合延期になった。2020年10月2日、プロへ転向してから12年間コンビを組んでいたトレーナーでフューリー第2戦目でタオルを投げ入れたマーク・ブリーランドを解雇したことを発表した。2020年10月中旬、タイソン・フューリーと第3戦目を12月19日に行う予定だったが、NFL やカレッジフットボールとの試合日程が重なった上に、新型コロナウイルスの影響で、ラスベガスの会場に観客を入れられる状況ではなかったため、試合のさらなる延期が交渉されるが、フューリーがワイルダーが行使した再戦条項の有効期限が切れ、第3戦目を行う義務がなくなったと主張して、試合延期の打診を断った。2020年11月1日、ワイルダーは自身のインスタグラムに動画を投稿して、数ヶ月間の沈黙を破ると、その中で、再戦条項は有効なので、第3戦目を行うべきと訴えるとともに、フューリーは、グローブ内に硬い物質を仕込んでいた上に、拳の位置で不正をするためにグローブをずらしていたと主張し、別のインタビューでは、筋弛緩薬のようなものが水に混入されていたように、思う、体や足をコントロールできないように感じた。マーク・ブリーランドは水に関係してると思う。私の水を扱っていたのは彼だけだった、など主張した。2020年11月10日、マネージャーのシェリー・フィンケルが、ワイルダー陣営は、第3戦目の再戦条項は有効であるとして、調停による解決を図り、それでも解決しない場合は拘束力のある仲裁に訴える予定だと表明した。フューリーのプロモーターであるフライク・ウォーレンは、次戦は2021年にアンソニー・ジョシュアとの対戦を目指す予定だとしたが、アメリカでの調停及び仲裁の結果次第では、ワイルダーとの第3戦目が行われる可能性もあるとした。2021年5月18日、ワイルダー陣営が提訴していた仲裁で、第3戦目の再戦条項は有効で、フューリーは次の試合で、ワイルダーと対戦しなければならないと裁定が下された。2021年7月8日、タイソン・フューリーのトレーニングキャンプで、新型コロナウイルスの集団感染が発生し、フューリーを含めたチーム内で7人以上が感染したことが発表され、7月24日に決定していたワイルダーとの第3戦が延期された。フューリーは2回接種が必要な新型コロナウイルス感染症のワクチンを1回しか接種していなかった。2013年5月4日、ラスベガスのホテルで女性の首を絞めたとして暴行容疑で逮捕された。数日後、物を盗まれたと勘違いをしたワイルダーがとっさにやってしまったようだ。ワイルダーは謝罪をしており、被害者も謝罪を受け入れてくれたので、一刻も早くこの問題が解決することを望むと、ワイルダーの弁護士は声明を発表した。2014年5月9日、インターネットのソーシャルネットワーク等を使用して、ワイルダーに対して挑発を続けた素人男性と、怪我をしても、法律上の責任を問わないとの誓約書にサインをさせた上で、ロサンゼルスのボクシングジムで対戦し、喧嘩さながらのファイトで一方的に殴り倒した。2017年6月14日、アラバマ州タスカルーサで、警官が車の窓ガラスの色が法的基準を超えていたため、ワイルダーの車を停止させ、その際、車の中からマリファナが見つかったために、ワイルダーは、マリファナ所持容疑で逮捕された。ワイルダーは、マリファナは友人のものであると主張した。2018年1月18日、マリファナ所持に有罪判決が下され、執行猶予30日と地域奉仕活動60時間が課せられた。ありがとうございます。